のスマッシュパスを仕掛けていきますね。まずは相手オープンガードの相手に対して素手で、膝の内側をグリップします。そのまま、膝の内側で相手の足を床に押し付けると同時に自分はこうバックステップを踏みますね。で、すねを押さえている側の足を戻ってくるタイミングで挟みます。この時にやや内向きに絞って相手の膝が内側を向くようにしますね。そのまま相手のパンスの膝の外に持ち替えて、ステップした流れでパンパンで、手でパンチするようにこの足を押し込んでスライドさせていきます。もう片方の手は相手の手もしくは襟に持ち替えて相手の腰の向きを変えることができたらば足首をスライドさせてワイプでピンして相手の背中方向にグリップは変えずに移動してサイドバックコントロールでフィニッシュします。